はい、始まりましたハイチのダラダラジオ第164回でございます。今回テーマがですね、どうしたら合格できますかっていう質問っていうか相談ですよね。で、教えてほしいっていうのと、まあ、10月12の、22時、これアンケートなんですけど、まあ、お願いです、こっちからの。なので、まあ、メインテーマの動画、今回すべてなんですが、まあ、ありがたいことにね、こう、メールを今、たくさんいただいてて、こう、読ませてもらってるじゃないですか。で、その中で、まあ、一番ですよね、ほんとこの時期多いのは、どうしたら合格できますかっていうのと、まあ、受験生じゃなければ、どうしたら点数が上がりますかっていう、っていうやつに、自分の、まあ、考えることを答えます。はい。で、あまり嬉しい話じゃないと思うけど、ほんと思うがままに話しますので、不快にさせたらごめんね。先に謝っとくけど。で、その答えが教えてほしいっていうのが、それ答えなんです。サブテーマの上に、サブテーマっていうか下に書いてあるやつ。いや、それがあるんだったら俺が教えてほしいよねっていう。で、これはですね、塾講師の時もよく話してたんですけど、どうしたら合格できますかって言われるじゃないですか。で、例えばその、まあ、なんだろうな、新しく、まあ、塾にね、こう入りたいっておっしゃるご家族がいらっしゃって面談とかした時によく聞かれるんですよ、これ。で、聞かれて、まあ、その生徒さんが、例えばサッカー部だとしますよね。で、これみんなにもちょっと自分に置き換えて聞いてほしいんですけど、例えば運動部だったらその運動をちょっと想像してください。まあ、吹奏楽だったらその楽器の、まあ、上手さとか、まあ、その辺で想像してほしいんですけど、それ該当しない子はごめんね。例えばサッカーでですね、じゃあ、大事な試合がありますと、最後の大会が待ってると。まあ、もちろん3年生も終わってますけど、どうやったら勝てますかって聞かれてるのと同じ感覚なの、俺からすると。いやいやいや、待てと。ってなるんですね、自分だったら。いや、もちろん相手のチームのことが分かってて、しっかり。で、分かってて、それに対する必勝パターンを持ってるんだったらお答えできるかもしれないですけど、ざっくり言うんだったら、あ、じゃあひとまず練習しましょうかって思うんです。どうしたら勝てますかって言われたら。だって裏技なんかないでしょ、スポーツの試合で勝つと思ってしまうんですけど、勉強も同じです。もう努力するしかないんです。そう、絶対に合格するなんてないから。で、こう話をしててね、もちろん今のはネット上というかメール上なので、皆さん相談をいただいているみんなのね、その性質というか性格もわからないんですけど、まあ、実際ね、こう子供たちの前で教えてた時は、いろんなパターンがあるの。そのどうしたらって思う理由として。で、単純にすごい頑張ってるんだけど、今やってることが正しいかどうかが不安だと。そう。自分が伸びてる感覚がないと。これやり方間違ってるんじゃねえかっていう不安から来るどうしたらもあれば、もうできればできるだけ楽をしたいんですと。楽をして受かりたい。勉強を上げたい。変やと得点上げたいと。どうしたらいいんですかねみたいな。とかいろいろあるんですよ、パターンが。で、結論から言えば、楽して合格なんてできないっすよ。もし楽して合格するんだったら、偏差値受けるところめっちゃ下げてください。自分が。もう安全圏、もう超安全圏と言われる高校に下げればいいんです、自分の。点が楽をするっていう意味だと思うんですけど、まあ、志望校がね、だんだんこう固まりつつあると思うんです、この時期。もちろんね、まだ迷ってる方とか、全然ね、こう目星をついてない方もいるかもしれないですけど、で、まあ、大体の子が、ちょっと上のところを目指してたりすると思うんですね。もちろん A 判定の方もいるかもしれないけどさ。で、その中で、まあ、上げたいですよね。偏差値を上げたいんですけど、上げる方法、もし、絶対なんてないけど、俺の中で絶対とは言わないけど、あげる方法って言われたら、もう継続した努力ができるかどうかなんです。そう、努力をすることはできるの、人間は。誰でもできる、努力することは。と思ってる。でも、人って人で、できるできないが分かれるところは、それを継続できるかどうかなの。で、これは継続できない人の方が多いです。努力。これは勉強もスポーツも仕事もそう。だからそこで大きな違いが出る。でも辛いのは、継続して努力したら絶対合格する。絶対自分が目指したものを勝ち取れる。っていう保証はないの、それは。そう。だから不安になるんだけどね、そこに関してはさ。そう。なので、今いただいてるメールを読んでいて、まあもちろんね、こう詳しい状況とかも、込みで送ってくれる方なんかには、個別でメール返したりはするんですけど、っていうのがすごく思ってね。なので、ひとまずね、
自分が具体的なこの、例えばこうやったらいいですよってさ、その、なんだろうな、参考書じゃないな、教材とかさ、まあ、通信教育とか塾もそうだけど、絶対あげますよ、なんて、みたいな、あるじゃないですか。そう。で、自分はもちろんそうやって言うのは悪くないとは思いますけど、あまり信じてなくて、そこに関しては。結局、どの塾、どの教材、ね、どの参考書でもいいです。使っても、努力、じゃない、上がった子ってのは努力をした子なんだよね、継続して。その場所でね、そのものを使ってね。だから結果が出たの、その子は。でも、それを、まあ、継続せずに、ね、やらなくて、頑張らなくって、上がらなかった子っていうのはいっぱいいるわけだよ。どの分野でも。そう。もちろん俺の動画でもそうだと思うから。こう、受験が、まあ、終わった頃にね、まあ、ね、普段のテストの時もそうですけど、何点上がりましたとか、そう、動画見て、こうなりましたって、すごいメールをいただくの。メールとかコメントとかね。でも、それの裏で、いやいや、こいつの動画使ったけど、全然上がんねえじゃん。全然できねえじゃん。なんなんみたいな。っていう子もたくさんいるはずなの。うん。で、そこの違いはやっぱり、自分のね、もちろん自分の動画のもっとレベルを上げなきゃいけないと。わかりやすさをもっともっといい授業にしなきゃいけないっていうところはあるよ。それは前提にあるけど。でも、やっぱり繰り返し努力したかどうか。継続して。自分のやりたいこと。ね。その楽しみというか、歌を聴きたいのか、カラオケ行きたい、買い物行きたい、わからないよ。その時間を割いて、どれだけ勉強に時間を当てたかっていう。とこだと思います。どの分野でもね。そう。だから、どうしたら語学できるかって言ったら、今やってること、っていうのを、何度も何度も反復するっていうのがすごく大事。自分いつも口癖のように言いますけど、一回頭に入れたことを、抜かない努力っていうのはしなきゃいけないの。これをすごくやってほしいんです。例えば、一冊の参考書を終わらせようと、どん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 先に進むの。よっしゃ、5ページやったぜ。次、お、7ページいったよ。お、今日10ページいったぜ。みたいな。すごい大事です。すごい大事ですけど、じゃあ5ページやりました。翌日7ページやりました。その翌日、7ページ終わった時に、前日の5ページ覚えてるっていう。そこなんだよね。だったら、5、7、10って進む子よりも、進むペースは遅くなりますけど、初日5ページやりました。翌日、前日勉強した5ページと、プラス3ページやりました、みたいな。で、その翌日は、その前日までにやった8ページの中で、間違った問題とかにチェック入れるじゃないですか。やっべ、チェックね、入れて、2回連続で間違っちゃったよとか出てくるわけだよ。そういったところをもう1回やってみる、プラス5ページやってみたいんだ。だから、最初に言った子よりも、進むペースは圧倒的に少なくなります。遅くなるよ。遅くなるけど。でも、結局、最終的にね、見た時に、忘れないような努力を頑張ってしてきてるから、頭に残ってる知識は多くなるはずなの。よっぽど、よっぽど天才肌の子じゃなければ、一回勉強して頭に残んないっす。俺は残らない。もう、普通の人より記憶力がないことを自覚してるんだよ、俺は。だから、本当に何回もやるもん。繰り返し、同じ問題ばっかりね。そうそうそう。でも、それでいいんだよね。そうやって頭に入れていくの。せっかく勉強したことを頭から抜いてしまうっていうのは、ものすごくもったいないことなので、で、そろそろね、もう10月にもなったから、今、10、11、12、1、2、あと5ヶ月ぐらいですよね。そろそろ焦ります。どうだろうな、でもね、今までの子見てきてると、焦りと、まだちょっとあるかなっていう狭間にいる感じだと思う、この時期。これね、冬休みになると焦るんだよね、本当に。そう、焦る。だから、冬休みのまでっていうのは基本的にちょっとね、まだ余裕があるの、どっかに。その気持ちの余裕をうまく使ってほしいの。焦らなくて大丈夫だよって。ちょっとコツコツになるけど、さっき言ったみたいに、復習しながら、前にやったことをちゃんと確認しながら進んでいこうっていう風にやった方がいいです、基本的には。焦ってしまってダメだ。先に行かなきゃって。社会の歴史、ね、教科書だいたい200ページぐらいあるんですけど、200ページ覚えなきゃどうしようって。俺の動画でも100本ぐらいあるのかな、動画確か。あると思うんですけど、やべえ、ハイチの動画。よし、1日10本ずつ覚えていこう、みたいな。ってやるよりも、頭に入れたことを抜かないような努力をしてコツコツやっていくっていう。で、それが身になって花が咲くから、冬休みぐらいになったらね。っていう風に思います。それを余裕があるから、まあちょっとサボってもいいかなってやってたら、あっという間に冬休み来るよ。で、焦って取り返しのつかないことになってしまうので、
というふうに思います。そう。まあ今回これ話をしてて、まあね、周りの人にさ、同じような話を言われてると思うんだよ。塾の先生か、まあね、保護者の方か、学校の先生かわからないけど、ね、もしかしたら、もううっせーよみたいな。そう。もう耳にタコができとんじゃボケみたいなね。思うかもしんないけど、でもそんだけ大切なことなんだよね。この時期って。夏休みを制する人は受験を制すみたいな、ね、話もあるんですよ。それ確かなんだよね。夏休みってすごい大事だから。そう。がっつり復習できる最後の期間だからね。まとまったできる期間が。で、それを終えて、9月が過ぎましたと。で、10月ね、ちょっと落ち着いてくるんで、さっきも言ったように、不安、焦りと、不思議な余裕というか、猶予ができるんだよね、気持ちに。だからこの時期っていうのは、だらけます、ちょっと。だらけるというか、ちょっと甘えが出るんだよね。まあ大丈夫かな、みたいな。それを、ダメだよ、と。うん。ちょっとね、もう一ギア上げて、気合入れてね、もう一回やっていこうって。いう風にできれば、11、そして12月になった時に冬休み、いい状態でね、突入できるので、そう、もう一回ね、ちょっとそういう気持ちを、なんだろうな、みんながみんなそう思ってるとは思ってないけど、でもこう、やっぱり、ね、春に笑ってほしいんだよ、とにかく。できれば志望校に、ね、受かって、やりました、やったよって。学校の先生とかね、あとお父さんお母さんにさ、やった、受かったよって。笑顔で言ってほしいの。で、楽しい高校生活を送ってほしいんだ、とにかく。そう。なので、まあ、もちろんね、その、志望校に受からない子、もう出てくるじゃんか。でも受からなくても、受験やりきった子っていうのは、受かんなかったですけど、でも高校頑張りますからって、すごいポジティブな気持ちで先に行けるの。そういう子たくさん見てきたから。だからどっちにしろそういう風になってほしいんで、で、後悔してほしくないからさ、あの、10月ちょっとサボっちゃったんだけど、勉強しておけばよかったなんて思ってほしくないんで、うん、今回ね、そんな話をさせていただきました。はい。で、最後のね、その10月12の22時についてなんですけど、これ、珍しく今日曜に今撮ってるんですけど、今日の8時にね、このダラダラジオアップされていて、おそらく同じぐらいの時間にツイッターの方でのアンケートをね、撮っております。で、何かっていうと、あの、前話した、その YouTube ライブでね、ちょっとやったの相談会みたいなのをやってみようと思うんですね。それを今週の水曜日、の、ちょっと遅い時間で申し訳ないんですけど、仕事帰ってくるのがね、多分9時40分だと思うんで、その日。そう、だからその後すぐ用意して始めようと思うんですけど、最初相談会にしようと思ったんです。そこで皆さん書いてきたコメント、多分全部は拾えないと思うんですけど、いくつか拾って自分がこう喋るっていう、その場でね、そう、リアルタイムで話すっていうのをやろうと思ったんですが、一緒に勉強しようシリーズあるじゃないですか。見ていただいた方いるかもしれないんですけど、生放送で、その、ハイチさん黙ってていいんで勉強一緒にしませんか？そういうのできませんか？っていうのを何人の方かに言っていただいたんですね。なので、今週の水曜日の12に、その相談会、コメントを読んで拾う相談をする、普通に自分が話すっていう会にするか、その10時から自分が画面映ってるだけなんだよ。で、自分も普通に黙々と勉強してるだけなんですけど、無言で、勉強する、生で同じ時間に一緒に勉強するっていう回をどっちがいいかっていうのを、ツイッターやってない方本当に申し訳ないんですけど、アンケートを取ります。で、その多かった方を今週の水曜日の10時から、まあ1時間ぐらいだと思うんですけど、やろうと思っておりますので、もしよかったら、ツイッターされてる方はね、アンケートに参加していただけたらと思います。で、ツイッターの方はですね、アットマーク、ハイチ、ちょっと今回 G ちょっと間違っちゃったんですけど、ハイチ、アンダーバーで、とあるです。で、ひらがなハイチで検索してくれれば一発で出てくるんですが、最近ですね、ちょっと自分の、アンチの方がですね、偽アカウントを作って自分の悪口をすごい書くっていうのがあるらしいんです。ちょっと何人かの方にね、2個ぐらい報告を受けてるんですけど、なので、変なのと間違わないでもらったらいいなと思って、もし、あれこれ本物かなって気になった場合は、アカウントかな、アカウント名がアットマーク、ハイチ、アンダーバー、とあるになってますので、それをチェックしてもらえたらと思います。あと、まあでもな、写真とかも同じのを使えるから、そこも騙されちゃうか。まあその、なんだ、ハイチ、アンダーバー、とあるをチェックしてくれれば一番かと思いますので、もしよかったら、そっちの方もよろしくお願いします。では、今回は、ね、ハイチのダラダラジオ、第164回、テーマ、どうしたら合格できますかと。いうので喋らせていただきました。少しね長くなってしまったんですが、今回もねここまでご視聴いただきありがとうございました。
で、次週は、どうしようかな。ちょっと今週のね、その、12のやつを、終わってから、その感想とかも話せたらいいかなと思っておりますので、もしよかったらね、次回の方もぜひ聞いてみてください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。